長井公園通りは、大阪市内を東西に走る道路の一つ。長井公園の南園を通ることから名付けられた。住吉区長井駅付近平野区出戸駅付近区間は、大阪市住野駅の浜口交差点大阪市、平野区の長吉長原東交差点で、国道309号、国道479号、大阪府道179号住吉八線のそれぞれ一部に、あたる。 東住吉区の湯里6交差点異性は片側に、車線の、計4車線道路で、同交差点移動は片側3車線の、計6車線道路である。平野区の売割交差点移動の地下には、地下鉄谷町線が通っている。また、同交差点異性に関しても谷町線、切れ売り割駅と地下鉄4つ橋線、ニュートラム、住の江公園駅とを結ぶ、地下鉄を建設する構想がある。 平野区の谷町線で都駅付近には廃線となった半和貨物線を乗り越える立体交差がある。住吉区長井ではかつて JR 半和線との平面交差のための踏切が開かずの踏切として朝の通勤時間帯には深刻な渋滞を引き起こす要因となってここを通過する車両や歩行者を長年の間悩ませていた。しかし、 当該部分の半話線区間が高架化されたことで、踏切が廃止されたため、悲願であった踏切渋滞が解消された。だが、南海高野線の踏切は未だに残っており、ここでも渋滞が起こっている。明治時代の頃は、境道あるいは、八尾街道と呼ばれていた。この道筋が古い文献に現れるのは、日本初期で、五世紀後期頃に、住吉津から、 大阪平野を南北に従官する京中大道に直行していたとされる磯発路がその前身と見られている。日本初期の有約天皇十四年正月の中に、呉の客の道をなりて磯発路に通ずの記述があり、大陸の施設を大阪湾に面した港から南場の都に迎え入れるために築かれた道であると考えられている。昭和50年代までは、 敷津浦と切れを結ぶ道という意味で敷津切れ線と呼ばれていたこともあったが実際の地名にそぐわなくなってきたためこの頃ろを境に徐々に敷津切れ線という呼ばれ方をされることはなくなっていった1982年に大阪国際女子マラソンが始まって以来長年長いスタジアムを発着点とするロードレースのコースになっていたが2011年に 大阪国際女子マラソンのコースが変更されたため、この通りを通るロードレースは廃止された。2005年度平日24時間交通量を大阪市、東住吉区、湯里6交差点、今里筋と交差。大阪市平野区、売り割り交差点。大阪内環状線と交差。住江区住吉区東住吉区平野区現在の大阪南港付近に相当する。 A.B. 武部健一 2015P31 た部健一2015ピアニッシモ2931ありがとうございます。